はい、おはようございます。リコー TV です。これねえ、エンジンのブーン、これね、ずっと気になっていた虫ルアーですね、いよいよ店頭に並んでいたので早速ですね、もう見つかってきました、黒コーラっぽい色、マスカッパのですね、あとバブルガムピンクっていうね、この3色買ってきてみたんですけども、まあこれからのシーズンね、もうこの前も虫で結構いっぱい釣れたんですけども、でなんかね、もうほんと最近冬でも、虫が釣れるっていうね、ここら辺が、解明されてきたんで、まあ、今年はね一年中、チャンスがあれば虫を、まあ、積極的に投げていこうかなっていう、こういった中で、まあ、気になっていた新しい虫ね、これがついに発売開始となったので買ってきてみました。で、去年ね、解禁されたトズラッパラダムなんか行った時によくこのエンジンのこれ開発してるねハブくんね、よく行き合ったんですけど、いつも投げてるんですよね。この時期なんで、もう12月の寒い時期なんで、もうちょっとダウンショットとかそういう釣りなんじゃないんですかって言ったら、何で釣ったんですかって言ったら、もう虫ですね、毎回虫ですって言って、で遠目に見ていたら、なんかもう売っている何か、なんだろうな、そういう市販の虫を投げてるのかなと思って、で何の虫投げてるのかって言ったら、開発中の虫だよっていうことで、って触らせてもらったらですね、いろいろアイデア満載で、でなおかつもうそばでですね、バッタバッタと釣るわけなんですよね。そんなに釣れるんだって言って、でもそんな、でもね、虫ルアーって今もういっぱい出てますからね、これ以上何するのっていうか、まあいろんな一緒なんじゃないかなと思ったら、そこはですね、さすが後発の強みというか、かゆいとこに手を届く数々のギミックを乗せてですね、エンジンブランドから出てきたっていうことで、もう思わずですね、こう3つね買ってきたんですけども、ほんと最近エンジンのワームってなんかすごいの多いですよね。去年はライクシリーズですね、なんていうか、まあ、小型のミノーシェイプのワームですけども、その塗装と、あとは表面の質感と、でまあちょっと痛いところに手が届くっていうか、 なんかこういう、もうちょっとこうだったらいいのになっていうのを、ほんと結構がっちり形にして出てくるっていうことで、最近要注目ですね、このエンジンの、ワームシリーズですけども。で特にハブくんね、この前釣りビジョンの撮影したやつが出てましたけどね、亀山ダムで真冬に釣るやつとかですね。でまあその他にもね、自分もまあまあ釣り場には通ってる方なんじゃないかななんていうふうに思うんですけども、人ね、もうほんとね、あら気狂ってんじゃないかなってぐらい、ほんと釣り場でよく会うんですよね。でそれに輪をかけてツイッターとか登録して見てるとですね、あれまたすごいとこにいるなっていう感じで、まあなおかつね、仕事の方も頑張っていてっていうことで、ちょっともう尊敬しちゃいますけどね、あんだけ精力的に釣りしてる人って、そんなに世の中に、あとまあそれは、田辺のりおさんとかね、本当なんか亀山ダム行くたんびにいらっしゃるんで、あれすごいんで、そのまあ三島豊さんとかも至る所にいらっしゃるんで、まあやっぱプロの釣り人たちっていうのはああなんですね。なんかもう本当にね、釣り込んで釣り込んで釣り込んで、そんで出てきたのがこのブーンっていうことで、まあフィッシングショーでもね、エンジンのブースに行って、で具体的にねまた見せてもらったりもしましたけども、いよいよね、釣り具屋さんデビューということで、じゃあ早速ですね、開けていきたいと思います。裏くんの方ね、ああそう、一袋ね700円ね、でエンジンブーンって書いてあって、外にね、これ説明が、これ一番肝なんですけども、ソルトイン中空ボディ虫系ソフトベイトっていうことなんですよね。塩入りなんですね。まあじゃあちょっと開けていきたいと思います。わあ、もう専用のこの
リスターパッケージ5匹入りですね。専用のケースについてるんですね。じゃあ1匹、はい、ブーン出てきましたよ。こんな感じ、ね、シンプルなんですけども、まあ一番の肝はですね、これ、ね、触るとすぐ分かるんですけど中空なんですよ。空気質がこの小さいボディの中に空気質があって、それでこれソルトイン塩入りボディ、これ自体で結構ね、この全く同じのを作ったとしたら、まあ多分こっちの方が多分これまあ塩入りなんで重量があるということで、あで口ね、この口、こうしてみるとこうピンク色だとなんか、ちょっといやらしく見えますね。これすごいセクシーな、ね、口元なんじゃないでしょうか。でこのシリコンラバーのヒレが、これ何本ずつなんだろうな、これ4本ずつですね。左右一応4本ずつのこの手がついていて、でこの手は何本で1、2、3、4、5、6あって、リブがあって、腹側はこんな感じで、こっちもね水つかみそうなこうリブがあって、でまあこっち上側がね、こっちの上側が空気質があるんで、まあ浮き姿勢はこう水面に浮かべたとしたらこんな感じになると思うんですけども、これによって何ができるかっていうと、この中空ボディで浮力が高いから、重い、ちょっとね太軸の例えば重い針を背負わせることができるっていうことなんですよね。あの一番なんか気になったのが、なんかハブくんがなんか見るからに小さい虫ルアー投げてるのは分かったんですけども、横でその投げてるシーン見てね、あの動画とかでもあのエンジンの動画とかで出てますけども、なんかこの小さいやつものすごいね、あのオーバーハングとかあと薄ゴミとか一番奥にすごい快適に投げてるんですね。これをですねスパパパパーンって言ってですね、なんか P ラインっていうことなんですけども、すごい一番最奥も岸にぶつかるんじゃないかっていうところまで毎回スピニングでピシッピシッピシッとキャストしてスパパパーンって奥に入って、あれっていうのがまあ似たような感じでも、そのいかにこの小さいやつを重く、して投げやすくするかって、で、あの今までの悩みといえば、そのでもあんまりね、デカバス用に太軸のフック乗せるとなんかあの浮かなくなっちゃうとかね、あのそこら辺があったんですけども、この空気質を持つことによって結構丈夫めで、そんでその針自体にも重量のあるしっかりとした、針を背負わせることができるから、まあそういうところでかかるバスっていうのは得てして大型の可能性があるので、まあ不意になんていうんですかね、針を曲げられづらいっていうのとか、あと何にしてもその投げるための重量をこの小さいボディに持たせることができるんで、スキッピングとかですね、あとはまあキャストでスピニングライン、で P ラインとか使うことによって入れ込むことができる。これがね多分最大の武器なんじゃないかなっていうことでね、まあ例えばアオキムシとかね、ああいった本当名作の最近の虫ルアーとかもありますけどね、でまあ人によってはね、やっぱ好きなメーカーのやっぱもうあれのパクリじゃねえかとか、なんかいろいろねそういった印象を持つ方とかもいるかと思うんですけども、何にしてもこれね多分ねものすごい活躍してくれるんじゃないかなって期待しております。まあほんとねここそうですね数年の
流行りですかね。で亀山ダムなんかだと釣りの大会なんかがいっぱいあったりして、で自分とかよく時田ボートでやる大会とか出てるんですけどね、あそこでもやっぱりね、虫の名手みたいな人がいるんですよね。もう真冬でもね、もう大概その人が優勝するなんていう、そういったトーナメントの時に何使ってるかっていうと、ここをちょっと最近でね、いろいろ説明してくれて全容が分かってきたんですけど、虫なんですよね。虫を真冬でも使う、シャローで浅場にいる入れる個体ですね。冬場でもその深場に落ちないでもやり過ごせちゃう大型の個体っていうのがその厳しいシーズンのシャローにいて、でそいつらを食わせるためのルアーが、いろんなルアーがある中でもその虫でさらにその浮かせて大きいのを選んで釣る、こういう釣りがあるんですよね。で、そこら辺からですね、一年中虫が釣れるんだなんていう、ちょっと一部、なんていうか、ローカルの間でですね、ブームが起きていて、でそこに向けてですね、もともと虫とかライトリグの得意なそのハブくんがいろいろ研究して、こうだったらもうこれは釣り勝てるんじゃないかっていうことで仕上げてきた、虫ワームなんで、だからこう3袋買っちゃうんですよね。もう間違いねえだろうと。で多分今年なんか本当ね、メディアの露出もすごいハブくんなんか増えているんで、これからのハイシーズン、このブームを使ってどんどんプロモーションの動画とかいっぱい出てくるんじゃないかななんていうふうに思うんですけどね。自分もね、虫系の釣りなんていうのは大好きなんで、せっかく手に入れたんで、まずはちょっとピンク色開けてみましたけどね、この視認性のいいピンクとか、あとはシルエットのはっきりくっきり出る、ね、この黒なんていうのも大好きですね。これねちっちゃいからね、どこにあるか分かりづらいっていうのはあるかもしれないですけど、集中力マックスでその虫やるときはこの黒使うんじゃないかな。でそれと似たような理由なんですけど、ちょっとその周りの色に同化させたいななんていうときはこの今度、このスカッパのね、甲羅カラー、虫って言ったら大体こんな色してますよね。これは間違いないんじゃないかなって思うんですけども、ちょっとねこの色をなんか、あと他にもねグリパンみたいな色とか複数種類の色あったんですけども、全部なんか買いたくなる色なんですよね。色についてやっぱね一言あるんじゃないかなと。今度ねハブくんいたら捕まえて、どういう時にどういう色使うんですかなんて、もうちょっと細かく聞いてみたいなとか、あと、ハブくん自身も本当いろんな針、これに背負わせてテストしてるみたいなんで、よりベストな2018最新バージョンのどの針がいいかとかね、そんなところもインタビュー取材できたらななんていう風に思いますんでね、聞くと本当気さくに釣り場なんかでも、どういう感じなんですかって聞くとね、さすがすごい分かりやすく、すごい買いたくなるような説明をしてくれますんで、聞くと買いたくなっちゃうんで聞かない方がいいかもしれないんですけども、自分の方でもね何か、最新情報分かり次第、お伝えしていければなと思いますんで、何にしろね早くダム湖にちょっと釣り場にこれを持って、出没して投げてみたいな。あと野池のおかっぱりなんかでも絶対強いですよね。この前もそうですね、コメント欄でまだバス釣ってないんです、どんなルアーがいいですかねなんていうご質問があったんで、やっぱねなくなっちゃうルアー、なくなりやすい水中にあるルアーなんかより、ほんとこういう虫ルアーとかも今基本的にはもうこれからそうですね12月ぐらいまでずっと虫ルアー釣れるんで、見ていても楽しいし、その吸い込む瞬間が見えたり、ものによってはもうパコーってほんとトップウォーターみたいに激しい水柱上げてくれたりとか、そのバイトシーンも楽しいし、あと比較的やり方によってはその大きなのを選んで釣れるっていう釣りでもあるんで、ほんとね、これ以外にもね大好きな虫ルアーいっぱいあるんで、いろいろ投げ比べていこうかなっていうふうには思ってるんですけども、しばらくねせっかくこの3袋買ったんで、今年はですねこのエンジンの分、これを使い込んでみようかなというふうに考えております。というわけで本日の釣り講 TV は、ハブプロのねプロデュースしたエンジンの
むしるはプーン、これが、発売開始になったよと、こういった動画でした。はい、スリコー TV でした。